じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。忘れないように、なくさないように、あらしのように魔法の瞬間に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、君がいなきゃ Lonely Lonely Day、 夢の中 Falling Sleeping Bed、 起こすから Morning Call で I protect you for never baby。垂れ流したテレビの音、溜めてしまった洗濯物はどこそ、都合がいいのは変わってないんだね。目まぶしで気づいてまた少し返事、歌舞伎町タワーへ開業1周年おめでとうございます。引き続き楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。